雑技雑技は世界的な講演芸術であるサーカスであり、中国での歴史は最も悠久なだけでなく、民族的特色も持っている。また、中国において曲芸や技術など様々な芸能を雑技という。奈良時代に日本に渡ってきた中国の芸能も雑技と呼ばれる。中国での雑技芸術はかつて石器時代からその目が出始めた。 例えば現代雑技の舞台でよく見られる主義プログラムであるひぎ盤は今まで知られた最初の雑技項目でそれは新石器時代に起源がある。それ以外にもなどがあり海上古時代に遡ることができる。1950年最初の国家雑技団である中国雑技団が設立された。中国雑技団は中華人民共和国の雑技芸術を代表して ヨーロッパ各国を巡回して外国監修の歓迎を受けた。その後に中国の各省市でも雑議団が相次いで設立された。その中で比較的早く設立されて今日に至るまでその名声を上げている雑議団では上海雑議団、広州雑儀団、武漢雑儀団、重慶雑儀団、新洋雑儀団、西安雑儀団などがある。現在中国には 研究以上の専門雑技団が100横があって、雑技関係者は1万名余りに至る。中国は体操競技の世界的大国であり、上海雑技団のアクロバティックな技は有名である。上海には現在4つの雑技団が存在する。中でも、雲邦雑技団は2004年に設立された、最も若い劇団であるにもかかわらず、内外から高い評価を得ている。 上海随一、中国随一とまで称賛されることもしばしば。その内容は、サーカスや手品ではなく、中国古来から受け継ぐ伝統文化に忠実な中国雑技である。女性の華麗で美しい雑技、男性のパワフルでスピーディーな雑技、どちらも称賛に値する。そもそも、雲法雑技団は、三島省に数多く存在する雑技団より、 えりすぐりの団員を上海へ集結させ結成した劇団であることから選抜された団員で構成される、いわばエリート集団である。特に、1台の自転車に12名乗る自転車ーフラフープ、タイタニックライクの音楽で舞台や客席上を駆け巡るロープ技、バイクショーは有名である。日本では各地の雑技団の公演や日本で設立された雑技団など、 中国雑技を見ることができる。日本において設立された雑技団は中国大工が雑技団などがあり、中国各地の雑技団から選抜、招聘された団員で構成されている。1999年により、甲州市の甲州軍戦士雑技団でアクロバットバレーの講演が行われており、白鳥の湖をもとにした岸しげると、 生誕の夫婦による東方白鳥が2002年にモンテカルロ国際アクロバット大会で最高賞を受賞し日本を含む世界各地で順延している。thas one シ o u f e r r e d f i r s t c l a s, s, s m e r i t n g l i s h c h i n a m i l c o m CN2006 年6月15日 ありがとうございます。